まあ秋といったら食欲の秋、食欲の秋じゃないですか。まあ食欲の秋なんで、はい、なんかそういう食欲が増す系のことやりたいと思うんですけど、何やったらいいかちょっと思いつかないですよ。なんかいいのないですか。ありますよ。あるの。フルーツポンチーチ。フルーツポンチ、はい、じゃあこれ普通に食べようって企画。ただ食べるだけじゃなくて、フィッシャーズの動画でやってたある企画がありまして、フルーツポンチをバナナスプレートで作るっていう、悪魔のフルーツポンチっていうのをやってたんですよ。準備 now! あ、バナナスプライトといえば我々じゃないか。我々よくやってましたね。つい最近もやりましたよね。やりました。まあ、我々って言ったらバナナスプライトなんでバナナスプライト得意だからやると、得意だからやると、あ、もう実験済みなんですけど、さらにまたやると。バナナスプライトね、あれ吐くよね。吐くね。もしかすると、はい、フルーツたちのおかげで中和されるんじゃないかっていう、ちょっと希望を持ってるんですよ、私。はい、やってますか。やってますか。はい、ではやってみよう。やってみよう。準備 now。 これ2人でやるの。俺たちいつもこのでかいやつだな。あいつちゃんの使ったのね。やってみますか。え、どっちやる、両方でもやんの。じゃんけんしてたよ。じゃあうちらは恒例のじゃんけん。じゃんけんだよ。どうぞ。これのじゃんけんたかい。最初くっじゃんけんぱい。あのさ、この間の動画で、チズモンは必ずチョキを出すから、パーを出してくださいってねって俺お願いしてて、俺ちゃんとパー出したのに、パー出したね。要するに本気だね。あのチョキ出すと絶対勝ってお前やれって言われるから、ちょっとやりたくない。やりたくない。いや違う違う、負けた方じゃない。あ、そうなの。じゃあやろうね。もう一回。あー、どうしよう。最初はグーチョキパー。危ねえ。呼ばれるとこだった。泡で見えません。そしてこれを投入するんですね。はい。ダー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 。実はですね、リクエストの方いただいておりまして、マリオルイージーさんですね、はい、袋にゲーム企画いつですかっていうのでいただいてましたよ。なんで袋用意します。はい、いくぞ。ではキング社長のバナナスプライトフルーツポンチ、レディーゴー。これですね。時間を計らなくていいよ。ちょっとまずでしょ。美味しそうだけどね。どうしたの。あ、ね、美味しいよ。もうすでになんか美味しいけど、ああ、なんだろうな、あのもうすでにバナナスプライトを思い出させられてこうね、なんか変な音したけど大丈夫。あれ箸が どうですか。なんか雲行きが怪しいよ。ごめん。美味しいの味は。割とさ、
バナナってなんか大丈夫だやばいバナナってさあのカレーもそうだけど、うん、勝つよね何物にも主張が強いよね、もうね強いなんか一番じゃない一番バナナって何でも一番だよねまあでもフルーツポンチだね味はうまいの、ん味は美味しいのバナナスプライトだねあいやもうバナナスプライトフルーツポンチなんですね、うんこれ全部食べればいいんでしょ、うん、全部食べこれもこれもあとさ、ちょっとぬるいああそれ一番嫌だねあの、今まででもさ、うん、経験上ぬるいのはやばいぬるいのはさぬるいのダメなんですよ結構さ、早いよね早いおでもずいぶん進んでますねでもさ、もうこれやった瞬間にさもうバナナスプライト風じゃん、これなんかちょっとこれあの口から出てくとこんな感じだもんね犬が犬がこれだって怖いじゃないこれこれやばい、口から出てくるとこの泡なんだよきますよ。さっきお腹空いてたからね。もうねオープンって言うの忘れるぐらいね。イン。もうねなんか吐いた後の。これなんでこうなるのこれ。なんでこれこうさこのメレンゲみたいになるの。これなんかゲロった時はこうなるよね。これさもうすでにこれ。なんかでもね今までの中で言うとあのさバナナスプライトってバナナスプライトスプライトバナナそうそうどっちだっけスプライトスプライトスプライトバナナみんなで順番じゃない、うん、これさ何このフルーツポンチがあることによってねちょっとね薄まるあだから経験上ね、うん、だってさ前なんかもう2本目ぐらいからもう来てたじゃん来てた顔が怪しいぞバナナスプライト順番どうだっけバナナスプライトバナナスプライトもうすでにバナナインされてるからもうバナナインだよねもうね順番関係ないと思うよもう見た目でいきそうもうなんかバナナとスプライトが一緒になってることによってさもう入った後の絵面みたいな準備 now ここだやばいじゃんあ、大丈夫。怖い。危ないな、これ。正直どんな感じなの？なんか、込み上げてくる感じ、また。違う。うまっ。うわ、これ、ほら。
今、さくら星泣いてる。ちょっと、すっごいちょっと、どうしよう言ってて。これ入れた時と同じだった。やばい。いや、ちょっとさ。これさ。これ入れた時と同じじゃん。ちょっとさ。やっぱりさ、やっぱ聞こえてきたわ、来るな、そろそろと思って。もうさ、起きてる。もうあの、パブロフの犬ってわかる？わかんない。それ前も言ってた。そうね、そうだってさ、それさ、前もバランスだったけど。そのパブロフの犬ってまた言ってさ、いつも。いつもどうぞいつもの話してください。もうさ、まあね、ちょっとあのさ、バナナとスプライト以外のってちょっと辛いな。やっぱ単品の方がいいと思う。なんかね、食べたくない。うわやばい。ってなんでさ、毎回思うんだけどさ、バランスプラントをやるためにさ、パブロフの犬の話をするんです。絶対、俺、今日も出ると思った。パブロフの犬でもね、申し訳ないけど、こういうのを聞けない。はい、そんなところで、やっぱり戻してしまいましたね。で、あのほら、バナナスプライトってさ、食べたら絶対さ、100% さ、戻すんだけど、それも今回も分かりましたね。さあ、はい、そんなところでいいですか。大丈夫だったでしょうかね。マリオ・ルイージさん、またすいません、キング社長の方が入ってしまいました。はい、そんなところでいいですか。はい、はい、ちょっと待って、キング社より。ねえ、やばい。もうあの、スプライトついた時のあの、メレンゲみたいなのが出てきてるってね。はい、あの、良い子は真似しないでくださいね。はい、なんかさ、豆つまらない。はい、そんなところでございましてですね、はい、今回もやってみましたけども、どうでしたかって俺か。はい、どうでしたか。やっぱ吐くね。吐くだよ。そうね、くれぐれの良い子の皆さんを真似しないでくださいね。はい、はい、といったところで、やっぱりバナナスプライト本当だなと思っていただく人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。そしてキングちゃんと絶対パブロフの犬の話するなったらグッドボタン、チャンネル登録お願いしますと。もうね、今もね、はい、声張るたびね、棒で、じゃあこうやって見せればいい。ロングってそう、まあ、でもこうやって見せればいいんでしょ、こうやって。あ、そういうことです。そうです、はい、はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、最後まで動画を見てくださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。キム社長でした。チズボでした。バイバイ。だね、3回目じゃないですか、バナナスプライト。3回目で一番きついっすよ、これ。どうですか。もういいって、いいって。やめろって、いいよ。はい、悪い。悪い。フルーツポンチって何？フルーツがいっぱい入ってるポンチ。フルーツポンチって何？フルーツがいっぱい入ってるポンチじゃない。フルーツパンチ？ポンチ？フルーツポンチ？うん。なんかジュースの中にフルーツいっぱい入れる。そう、それを見たから、フルーツの中に入ってるポンチっておかしいよ。ポンチって何？わかんない。まあいいや。はい。あの、フルーツがたくさんあって、その中に、まあ、なんか炭酸とかで、こう、シワシワにしたりとかして食べるっていうおやつ。おやつ？いつも準備なおチャンネルをご覧いただきありがとうございます。
チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてね、通知も押してね。チャンネル登録準備 now。